はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。最近ねちょっと午前中にしか撮れる時間がなくて午前中に撮ってるんで、前回のコメント一切見てません。はい、もしね、こういう名前つけてくれっていう新入生の名前とかが前回来てれば、次回反映させたいと思います。最近ナルト読んでるんでガーラ、マミちゃん、ガーラもうちょっと作れるかなと思ったけどあんま作れなかったね。六道さん可愛いです。あとロックリ、ちょっとこれロックリすげえ似てるから後で、雪見のりあき、はい、なんかこれ主人公なのって見た目になっちゃったけどもね、奥井の顔に似せてか奥井の顔が似てる、奥井に顔似てたらおかしいか、雪見とまみちゃんが結婚して生まれた子供の顔が奥井だったらおかしいよねおかしいよね、おかしいな、まあいいか、よししようロックリー似てない、そっくりじゃない、ロックリーうまいなと思って自分で作って、はい、以上です。あ、天才のピッチャーはまみちゃんにしてます。4、はい、次のね新入生はあれだな、その裏技的なことやってみてえな。はい、これはタイピー、ちょっとね今ね寂しいのよ、投資しかないからさ何かしら覚えさせたいの。やっぱジャイロボールかい、いや重い球がいいな、重い球で覚えろ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、カードの数値が低いな。どこまで取るかな、練習試合あれば練習試合やって終わりたい、なければ夏直前か。早速奥井さんじゃないですか、六道さん可愛いよね。ひたすら1消化していくか。看護師さん、あ、アイドル見つけた、ちょっと待ってよ、アイドルに泊まるためには1は1つぐらい残しておきたいな、帳尻合わせたいもんね。練習指示いいんでしょ、いや取っとこう取っとこう取っとこう、5月に入って弾道とか上げて上がりきったら練習指示だ。あ、練習試合来たよ、練習試合来たよ、これは使えないね土曜日だからね。待てよ、なんかいい感じの数字来いや、まずいなこれ、51で入った方がいいか、51で入ろう、アイドル止まれないのは痛いもんね、痛すぎるもんね。お、よかったね。テンションか、そっか、星マークも止まりたかったな。練習試合使うか、練習試合中堅でいいよ、そうね、夕張電工にしようかな、問題ない。読んで入っちゃいましょう。
5月、お、160キロいってるんじゃん。気づけば。よし、変化球磨こう。ゆずちゃんはそうね、コントロール、ところてん、コントロールだいぶ良くなったね。アクア、うん、請求でスタミナだな。ガーラ磨こう。ナミちゃん、新球種覚えましょう。第2ストレート、そうだな。いやー、能力低いな。大変だな、こっから上げていくのは。パワー、あ、1年生弾道でいくか。弾道、睡眠力は総力でしょ。敬語、そう、うーん、どうしようかな。肩も、うん、いや、守備だな。ちょっと待って。守備力、弾道、弾道で、今回練習試合して終わろうかな。ちょっと短めの動画になっちゃうかもしれないんだけど、できればね、1年生の顔とか決めて長いことやってたいんだよね。やっぱ時間あればある分だけ感情移入はしやすいと思うし。リカさんかな。リカさんまだ2年生か。そっか、将来楽しみだね。オーダー問題ないかな。ないね。よし、行きましょう。マミちゃん試合出るよ、後で。代打かな、ピッチャーかな。とりあえず急成長使ってあげたいんだよね。ピッチャーで急成長使わないとピッチャー能力伸びないのか。もう目指せ全国制覇って貼ってあるよ。いつも貼ったのかな。お願いします。うん、大体うちとトントンぐらいか、総合戦力は。能力チェック、うまいね。皆川くんぐらいかい、危なそうなのは。パパッと見てきます。練習試合だし攻撃力そうでもないね。さあ頑張って。なんかあれだよな、年々こうユニフォーム着てない人が増えてくるよな。将来的にユニフォームゼロになるんじゃないかとそれ思えてくるの。頑張れ。ナイバッチ。まあ攻撃もそうなんだけど、今回守備だよね。できるだけ失点せず
に行きたい。そうだな、3失点までだな。きついな、このピッチャーきついな、全然打てねえな。タイピー1失点か。まあいいんじゃないか、合格点じゃないでないでしょうか。あとできれば他のピッチャーも出してきてんだよな、それを上で勝ちたい。頑張れ。まずいの、ここはちょっとタイピーに乗り切ってもらう、そこを見たい。いいよ、ファイト。よし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 、守備似てんな。ウンドゥールとフェルナンデスか、見た目が似てんな。ウンドゥールがいいんだよね。ファイト。勝ちましょう。ピッチャー変えてーなー。そろそろアクアとかがねデビューさせてあげたいんだよね。よしよ、あーダメか。お、打ってるぞ正山。ちょっと待てよ、ここで代打を出したとしてセカンド藤村くんいけるよね。よし、じゃあ、代打トリック。さあ頑張ってつないで、もうちょっといい場面で出しちゃいたかったな。ワンアウト一塁、変えよう、ピッチャー変えます、ピッチャー変えますよ。投手交代。調子悪いな、いいや、行く。デビュー戦、頑張ってこい。何か伝令使っとこう、褒め殺すやっとくか。よし、おお、そうか、もう外角中心一択だろ、他1だもんな。あ、よし、いいよ、抑えろ、頑張れ。あとアウト一つ、ナイスボール。オッケー、よくやった、よくやった、よくやった。
あとはマミちゃんを出してえな、てか勝ちてえな。どうせなら勝って終わりたい。やってこい。マミちゃん調子悪かったからな。よし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 、ないばしないばしないばし。熱血。ごめん、ミート落ちで。うわー、おお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 おで、おお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 、これはいいよ。よし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 、最低限最低限。よし、じゃあ溜まってるランナーをね、大家さんに掃除してもらいましょう。取っておくかい、グランドの魔物。満塁ホームランが見たいな。うわ、うまい匠。どっかでマミちゃん出してえな、代打でもいいな、出してえな。で9回はゴロかな、ちょっと代打でいいな、出すか。だ守備の関係があるからな、ヒット打ったわけじゃないのか。ちょっと俺これちょっと、これは振らせる、打たせるわ。能力的には打てるんだ。強振に行くからね、打ってもらうよ。大丈夫、そのうち覚醒するだろう。ピッチャーマミちゃん、守備交代、睡眠欲の塊、いろいろできるんだよね。じゃあそうだな、ショートやってみるか。よし、マミちゃんとりあえず一人ね。よっ、かいよ。後ろの髪はなピョンって跳ねてんだね。急成長。きつかったか。きつかったか。お疲れ。
とりあえず今日はここでいいよ。俺はね、ここでゴロ出すから。じゃない、シエロ出すから。あの満塁ホームランね。あの時のことをね、乗り越えなきゃいけないから、ちょっと頑張ってもらいます。超ゲーム。どうしようかな。褒めまくるぐらいしかねえな、やることはな。頑張れ。いいよいいよ、超高速球。160キロが見たい。抑えてこい。いやーいいね、見てて気持ちがいいね。惜しい。ナイスボール。大丈夫大丈夫。惜しい。出せ160。出ねえか。急にコントロールが。臭いところか。ちょっと待てよ。いや、うん、いけるべ。いやー嫌な予感しかしないね。こういうところを乗り越えてもらいたいね、重野君には。よし、もうあの速球中心とかやらないから自由にやって。オッケー。ちょっと160は出なかったけどよかったんじゃないですか。ふう、いやよかった。だいぶ守備面が落ち着いた気がするね。あざした。なんとかなるべ、これなら。ああよかった。ちょっとは落ち着いたな。あとはあれだな、うちの6番バッターのな、打率1割ないね、正山くんだよね。なんとかなってもらいたいね。期待してるよ。使い続けるからね俺は。いやー、このテンション上がるシステムいいわ。本当男マネージャー気利かないやつが多いんだよ。本もらって終わろうかな。対左投手。はい、ということで、今回はここで終わろうと思います。前回のコメントがね、どんな形で来るかどんぐらい来るのかも分かってないんですけども、何かリクエストがあったらそれに答えていく形で、顔名前作っていきます。はい、ということで、終わりましょう。終わります。バイバイ。